生まれはロシア、舞台は東京、イロシキーズです。今回の企画は外人さんいらっしゃい。今日来ていただいたのはジュリアさん。はい、ジュリアです。いや、ジュリアさん何人ですか？はい、私ラトビアです。ラトビアと日本のハーフで、生まれ変わったので育ちが福井県。やば、もうちょっと意味が。ラトビアっていうのはロシアの隣、左上のね、そうそうそうところにあって、バルト三国って呼ばれてたとこやねんけど、うん、そこのお父さん、お父さんがラトビアで、お母さんは日本人、日本人が2人がカナダで出会って、ちょめちょめでで誕生し て, してすぐに私は福井県に行って。あ、なるほどね。福井ってさ、何弁？福井弁で、あの、うん、半分が、嶺北が福井弁で、嶺南が関西弁っていう、ちょっと謎の県。水晶浜とか海で、私はなんかその関西寄りなんやけども、でもなんか高校が福井市に通ってたから、福井弁もちょっと混ざりつつ。でもすごい、でも大人な雰囲気やな。で、おいくつなの？あ、24です。わー、だから若いよ。ジュリアちゃんはめっちゃ太ってたらしい。太ってたの？私25キロのダイエットをしてます。びっくりした、25キロって言ったのかと思って。え、でもちょっと待って、25キロ痩せたってこと？25キロ痩せた。え、何個やったん最初は？75とかで。身長は165。19の時に体内年齢が47歳。どんなやつ、写真見て。あ、ほら、これはこれでも痩せた時なんですね。太ってるわ。これ痩せてる時なんだ。これでも痩せてる時、これよりも7キロぐらい太ってたから。いや、なんやろ、でもこれがたまらんっていう男はいっぱいおるやろな。この時グアムやってんけど、めちゃくちゃくちゃくちゃ。やっぱりだから余計に太ってるって自覚がなかったし、なんか、あ、私大丈夫。でもそれがいいんちゃうの？そのなんで痩せようと思ったん？そんなもんだってみんなに、あ、ね、モテてるんやった、モテててええやんって思ってたのに。え、でも一番太ってたのは、そのちょっとモテてた時じゃなくて、19の時で、体内年齢47ってなるまでは痩せてるって自分で思ってて、いじられキャラで学生時代、うん、デブとか牛とかいじられてることに対して、まあ、そういう自分がそういうキャラっていうのはいたんやけども、高校卒業してから東京に出てきて、周りに誰もそういういじりをこうされなくなった。で、久々に会った高校の同級生とかにも、私の顔を見てももう何者もない。だからもういよいよ言えない状況になったんやな。そう、本当に太ってしまったから、剣道部やったから。なるほど、ガタイのいい。で、それで反省したん？そう、私ほんまに太ったんやって。あ、違う、逆。え、それでポジティブに捉えたの。大変なことじゃん。言われんくなった。だから痩せたんだ。そう、痩せたんやと思って、あ、私全然大丈夫やんってなって、いつも通りの食生活をしてたら。いつも通りの食事ってどんな食事なの？今を振り返ったら、やっぱちょっと尋常じゃなくて、普通に焼肉の食べ放題行った後にスイーツ食べたり、ほら、もっとケーキマンホールとか普通に食べれてる。友達と行くの？友達できる。だってさ、焼肉行った後にさ、スイパラ行こうって言って出てくる子が。別の友達。違う友達を呼んで行くんや。そう、お腹すいた。で、ダイエットを始めたのが体内年齢。あー、それがきっかけ。体重計に言われて、47なんや。47って本当に焦って、で、後ろ姿を撮ってもらった時に、とてもじゃないけど10代っていうよりかは本当に5、60代ぐらいたるんでて、で、痩せようって思って。てか、25キロ痩せたんやろ？どのくらいかけて？1年もかかってない。一番頑張ったのは毎日1時間半歩いた。走ること、私有酸素大っ嫌いで。わかる。で、あと本当オートミールとサバ缶を食べるとか。サバ缶が意外と良くて、あとはもうお金かけて、その食費をもうエステとかもうそういうところにつぎ込んだ。運動とかジム行ったりはしたの？あ、ジムも行ってて、運動してたけど食べてはいて、無理をしないダイエットをして、とりあえず毎日続けられることを地道にやってみようと。そしたらやっぱ周りから言われるじゃないか、痩せたねとか綺麗になったねとか、それが一番大きかった。でもいろいろやってさ、やってみたけど、これは失敗やわ、良くなかったわっていうダイエットとかある？ダイエットっていうか、あの、寝なかったら、あの、動いてるから痩せるっていう、その自分の解釈があって。あ、分かった。だから1日3食はあくまでも寝ることを前提に3食やけど、そうそうそう、起きてたら4食5食食べてても OK みたいな、いいやろと思ってたんや。動いてるから脳も働いてるし、うんうん、と思って寝んかったの。1日睡眠時間2時間とか、睡眠増やしただけで体重減った。そう、寝た方がいい、本当に。めっちゃ疲れるらしいね、睡眠って。だからお年寄りの方って体力なくて寝れへんねんって。最近だから寝れんくなってきた。お年
してあんな本当におすすめのものがあってな、ヤクルト1000っていうとこ、ね、でも本当一通り試した、なんか本当医療のなんか痩せる薬とか、あとあ海外の輸入の薬とか頼んだり、どうやった、怖いな、倒れたことある、一通りやってるのちょっとやばいと思う、やばい、誤解を招く、誤解を招く、え、なんで倒れたんそれ、幻覚みたいなのが見えて病院行って、心臓止まりかけてますって言われて緊急入院、え、それはどういう薬やったん、どういう効果なの、それはなんか食欲をもう抑えたりだとか、まあ、脂肪燃焼だったりだとか、なんかタイの薬で病院に行くことにはなったけど、痩せはしとったんその時、効果は出てたん、痩せたというか、こけてたね、結局ほんとストレスためないことが一番だね、私すごい当時いじめられっ子で、外国の子でさえいじめられたっていうのってよく聞くねんけど、うん、俺は目立ってはいたから、終わりの回でブラス君が信号無視してましたとか言われたりとかそういうのは多かったね。でもいじめられるっていうのが俺鈍感なのか分からへんけど、経験がなくてどういう内容なんかなっていうのを聞いてみたいのよ。一番ひどかったのが中学校で、靴に画鋲が入ってるとか、水浸しになってるとか、先輩に呼び出されたりだとか、なんでなん、どういうきっかけなの、なんでなんやろって思った時に、うん、なんで私がこんなことされなあかんですかっていうのを先輩に呼び出された時に聞いた、うん、そしたら存在がございます、だから改善しようがない、うん、結局その目立たないようにしたりとか、うん、あんまりこう怖そうとか言い返せなさそうな子をいじめられるんかなと思って、なんかブラスってなんか多分言い返す、そうやね、そうい, いやもうだからほんまに喧嘩した時に男の子を田んぼの中に入れたりやばい、絶対言い返してた、いじめられてた頃の写真とかないの、うん、あるあるある、見てみたよね、やっぱり、ね、陰キャって感じする、そう陰キャだった、めっちゃ常にもう目立たないように生きてきたんやけども、高校でいい友達に出会って、で高校で変わったね、ねえアレちゃんのさ座り方映せるねじれ国会みたいになってるけどなんか、まあ痩せたし、そう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 、メイクとかもだんだん好きになってきて、そう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 、うん、昔いじめてた、連絡来るんや、元気ジュリアンみたいな、遊ぼうとかって、そうなの、いじめてたりって言っといたやつから連絡が来るの、本当にだから俺誰からも連絡来へんねやそこで、あ、私はもっと見返すべきやっていうのを思ってて、ミスユニバースの大会に応募して、応募したんや、そこから一応ファイナリストでトップ10でステージ立って、ユニバース応募したきっかけが、そのちょっと子宮の病気を私持ってて、その多嚢胞性卵巣症候群っていう男性ホルモンが増えてって、うん、生理が止まる、で私は本当にもうどん底に落ちたって思う経験から、本当いろんな経験をしてきたから、この経験をなんか自分で解消するよりかは世間にこうオープンにしてって、うん、こんなことあったけど今私こんなに笑ってますよみたいな、うん、そういうのをちょっと伝えるべきかなっていうのがあった。今ってさ、まあ、その女性問題に関してすごくいろいろね、その男女平等的な観点からいろんな社会のジェンダーフリーの話になってて、っていう中でミスコンってどうなのってそうなんよね、なってるよね、そう私もでもそれは思う、実際に水着の審査がなくなってきた大会があったりだとか変化はしてきてる、だからさ見た目が綺麗なお姉ちゃんを男どもが選ぶっていう大会ではないんやろ、それはない、もうだから女性の審査員やったし、私たちの大会にもこの人をリーダーにしたら周りがついていくかどうかみたいな、そういう女性を選ぶ、グランプリになるやん、うんうん、ほんでまあ世界行くやん、うん、最終目標は何なのそれ、私もともと世界一を目指すぐらいの気持ちでずっとトレーニングしてきたから、もし自分が世界一になったら、うん、本当にもう世界各国回って病気とかにそういうのも立ち向かいたかったかな、なんやこれまた深い話してもうたなんかベストボディジャパンとかもさ、うん、そうやけどさ、日本の代表を決めるのに海外ルーツの人が結局優勝してしまうとか、一部では批判されてたりもするんやけど、うんうんうん、国籍で判断するんやったら、うん、国籍は今日本やし、うん、でも見た目で判断するんやったらまた違うし、そうね、っていう難しいよね、何がジャパンなんだから、まあ、そこでオールモストジャパニーズがいいんじゃないかというのを提唱してるわけです、自分の会社売り込むんじゃないほとんど日本人ね、いいんじゃないのかなということを考えてるわけでございます。ところで、はい、運転免許証をその服で取ったんやろ、そう、変に抜けてるらしくて、これも気合い入れたつもりやったの、うん、顔色よく見せるために、うん、よし、気合い入れてこうと思って、青着るやん、うん、で、証明書取って、もう同系しか全く一緒やもん
生首カメラマンさんなんで言ってくれんかったかなと思ってちょっと笑いこらえてたんよやっぱりそうありがとうございます。ありがとうございます。本当に頑張りましょうこれからも。ちなみに、まあ、ちょっとリバウンドしてんやろ。そう、あの8キロ太りましただから今ね、ダイエット中というところ今ダイエット中で、ね、あと8キロちょっとでこっからまた痩せたらご報告くださいな、はい。